どうもお疲れ様です。また電気代来ました。もう呼んでもないのに来ますね、どん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 。なんかね、人より稼げるようになったんですけども、人よりお金が出るようになりました。挙句、せっかく買ったナイトライダーは全く乗れずで、オイル交換もできてないですね。なんかね、体が痛めてきてからね、なんかやる気もなくなってきたけど。まあこうやって動画ぐらいなら撮れるんですけども、ああいつまで続きますかねこれが。いやまあ鬼キャンどころじゃないですよ、吉谷さん。鬼ですよ、鬼キャン。なんかあの鬼キャンしてた人ってどういう人生だったんですか、あれからね。どう考えてもそのわかんないですけども、そんなに給料の高そうなね仕事をしてるような人たちとは思えないんで、あれは車のローンを払いながら、ガソリン代払いながら、保険に入らずに、なんかやってたんでしょうかね、きっとね。で、維持できなくなって、手放したら、まあ、10年後に私みたいなのが買うみたいなところなんですよね。まあだからもしかしたら、あれですよね、その、いわゆる、自分らしく生きてるのかもしれないですね、ああいう DQN って人はね。人の批判を恐れずに。あまり関わりたくないなと思いながら、お前がそれだろうと言われそうなんですけども、まあちょっと行ってきます。いってらっしゃい。